アングラ収蔵庫トーク始めていきたいと思います。今日はですね、知識研究室の、前川が、お送りします。ですね、今日はアンモナイトについて話そうと思います。で、うちにはですね、泉層群っていうのが大阪府内に分布してるんですけど、こういうですね、この前の展示で作ったやつなんですけど、こういうふうにこれ四国で、淡路島があって、紀伊半島になるんですけど、こういうふうに中央構造線っていうのが通ってまして、東西方向ですね。で、そのすぐ北側にこのオレンジで示した部分にですね、泉層群っていう、基本的には海でたまった白亜紀の地層が分布してます。で、時代はですね、西から東に向かって地層の年代って新しくなっていくんですけど、その白亜紀の中でもですね、一番最後の方、このカンパニアンとかマーストリヒチアンっていう時代の、地層がですね、大阪の周辺には出てます。で、そこから見つかった、白亜紀でももう最後の方のアンモナイトになります。で、2つ出してるんですけど、どちらもですね、このゴードリセラス、泉エンゼという化石になります。で、こっちがですね、ホロタイプ、間毛式標本っていうんですけど、名前を付ける基準になった標本になります。で、もう一つはですね、こっちはパラタイプって言って、実はこれレプリカなんですけど、この模式標本と同じ産地から見つかって、何でしょうね、種を定義する上で補足的な情報を与えられるような標本になってます。で、こっちのホロタイプはですね、今大阪府でいうと貝塚市っていうところから見つかったものになります。どっちもそうなんですけど、で、これ実はですね、うちの第2代館長の知事万蔵さんという人が採集した標本になっています。なんですごくうちにゆかりのある標本なのかなと思います。で、特徴としてはですね、こういうふうにこうだらだらとこう言ったりするんですけど、何でしょうね、細かい感覚でこうすごくくるくる巻いていって、で、成長のですね、後半になると結構ですね、殻がこう太くなってきて、表面にですね、こういう放射緑っていうんですけど、その放射緑がとても発達する。で、ゴードリセラスって国内ではですね、結構見つかってて、いろんな種類があるんですけど、一番の特徴はこう断面で見た時にですね、ここの、これ羅漢って言うんですけど、この断面の形状が何でしょうね、ちょっとこうとんがるというか、それがですね、他のゴードリセラスの仲間と比べて、一番はっきり出るような特徴になってます。で、こっちの、方はですね、今 T シャツ着てるんですけど、このシャツに乗ってる、まさにその標本になっていて、もう一つ特徴としてですね、この、放射緑が周期的に出てくるんですけど、その中でも周期的にこう太いバンド状の放射緑がこう入ってくるんですね。それがすごくこれ分かりやすくて、なんで成長の後半の特徴がすごく分かる標本になってます。で、論文の中でもですね、これがすごく特徴が分かるんだけど、残念なことにですね、この最初の方のがちょっと厚密の関係で潰れて特徴が分からないので、パラタイプにしたって書いてあります。で、この、標本どちらもですね、1980年に出版されたうちの、研究報告ですね、これを1枚めくると、ここに松本&諸角っていう大阪府から見つかったアンモナイトのですね、論文が載ってるんですけど、そこに載ってます。こんな感じで、こっちも載ってます。なんで近畿でですね、化石をかじったことある人にはなんかすごいバイブルみたいな本になってるらしくて、あんまり在庫が多分ないだと思います。私もですね、熊本いる時もこれ見てました。で、あとはですね、この T シャツもそうなんですけど、ショップで今もう迷彩柄は
売ってないみたいなんですけど、このアンモナイトのですね、デザインされたあのシャツとバッグが売ってるので、あの、まあ、よかったら皆さんお買い上げください。じゃあ以上です。質問あ、はい、これプラタイプはレプリカなんですよね。そうなんですよ。これ元になった化石はうちにはない。そうですね、あの、アマチュアのコレクターの方が多分また持っておられると思います。個人像です。個人像そうですね。まあでもこれあのすごくあの精巧なレプリカで、あの持ってもらったら分かるんですけど、ちょっと重さがあって、多分普通にあの樹脂とかで作ってあるんですけど、中に鉛を入れてですね、 あと着色もして、あのしっかりしたものにしてあるんですよね。では本体の本物の重さに近づけてる、はい、だと思います。本物ちょっと触ったことないから分かんないんですけど、多分ここまで精巧に作ってあるってことはそういうことなんだと思います。でパラタイプのレプリカってことですか。そうですね、これパラタイプのレプリカです。あの実はこれあの展示室にあの飾ってあります、はい、じゃあ今日展示室から今日、はい、ちょっと持ってきました。なるほどなるほど、はい、あ展示室から持ってきた。あそうです、せっかくなんでやっぱりこれも、これもね、これが何者かっていうのがやっぱり皆さん気になるところではあると思うんで、いやせっかくなんか論文に載ってるのの図のスケッチだと聞いてたんだけど、あ、はい、タイプだとは知らなかったので今ちょっと衝撃を受けています。だから論文にはこのスケッチ自体は載ってないんで、それはね展示解説かなんかに諸住さんが書いたスケッチかなんかやったはずなんですよ。はい、でそれを諸住さんに許可もらってグッズにした。そう、なんかアンモナイトを研究してる人で、あのやっぱりこういうですねスケッチがすごい抜群にうまい人と、あのまあそうでもない人がいたりして、あのだから諸住さんはすごい抜群にうまい人だと、まあ、個人的には思いますね。うん、これあの点描って言って、なんでしょうね、こう点をこう一個一個打って書いてあるんだと思うんですけど、あのすごく特徴が分かりやすく、あのいいスケッチだなと思います。まあ、私はこういうふうには絶対できないです。この間公開したさ、はい、あの3D のフォトグラメトリー、あ、はい、あ両方とも、ですね、片方だけ、こっちのホロタイプの方はあの載ってます。これもこの前手に入れたやつなんですけど、そう忘れてた。はい、うちのですね、まあ、こういうあの特に重要な標本を、まあ、フォトグラメトリーっていう手法を使って、立体像を作ってですね、それを、まあ、スケッチファブっていうサイトで公開してます。でなんでこれも特徴がこう平面だけだとわからんなっていうやつは、このサイト行ってもらうとですね、こうなんかこうぐりぐりこう動かして特徴を見ることができるようになっています。はい、パラタイプはさすがに人の標本だから作んなかった。いやその時正直これを作ろうと思ったんですけど、うん、レプリカだったのでやめました。あそうなんだ。本物があったらまあそっちで作ろうかなと思ったんですけど。これひび割れ前からずっと気になってると、はい、ひび割れてるのは、はい、一回割れちゃったのをくっつけてるってことなんですかね。そうですね、やっぱりクリーニングっていって余計な部分をこう外していくときとか、まあ、取り出すときにやっぱり割れちゃうんですよね。まあそれは多分地層自体にこう割れ目が入って化石も割れるで、はいはい、まあでもこれちゃんと何でしょうね、パーツを全部集めてひっつけてあるんで、うん、そんなに問題はないと思いますね。なんか持ったらポロッと外れないかドキドキしながら見てたけど、意外とちゃんとくっついてるんやなっていう。そうですね、多分エポキシとかかなりなんでしょうね、固まったらもうほとんど外れないような接着剤があるんで、うん、なるほど、そういうのでひっつけてあると思います。欠損部分ほとんどないし、うん、そうですね、欠損を充填するとかそういうことも当然ながらしてないんで、うんうん、ちなみにそういう時にね、化石のひっつける接着剤って、はい、後で外せることを前提とした接着剤を使う、それとももうその取れにくいようにすることを優先するの。一応ですね、多分アセトンとか使ったら取れるのかな、まあ、これはあんまり自分ではそういう状況になったことないんですけど、うん、簡易なのはアロンアルファ瞬間接着剤とかだと、はい、剥がし液があるんで、うんうん、まあ、綺麗にこうパカッ、なんでしょうね、こういうとこからこうパカッて割ったら剥がし器をつけて剥がせるんですけど、これは確かに結構きついかもしれないですね。
結構そういうのってね、はい、あの分野ごとに剥がせることを前提とした修復をしないとダメだとか、はい、いろんな流儀があるので化石だと思う。そうですね、化石の場合は多分ちゃんとひっつくのを前提にやるかもしれないですね。あ、最近だとあの CT とかであの断面が読める時もあるかもしれないので、ね、これは分かんないですけど、はい、まあ、非破壊でいろいろやれることは最近は広がってると思うので、やっぱこのレベルの、まあ、少なくとも2つは出てるってことですよね、はい、パラタイプとホルタイプ、こんなしっかりした標本っていうのは同時にたくさん取れてたりするんですか？ああ、どこなんでしょうね、多分でもあの近畿どれぐらいそういうアマチュアのコレクターの方いるかわかんないんですけど、多分そういう人に当たるとあのもっといいのがこう出てくるんじゃないかな。こんな落ちてたらちょっと相当テンション上がりますよね。そうですね。まあ、私が見た中ではあの貝塚市の自然遊学館っていうのがあるんですけど、そこに展示してあるあの、まあ、同じ種類の標本が多分ピカイチやと思いますね。あ、はい、ほぼ完全な状態で、うん、最近までこう近畿っていうか大阪からしか、まあ、算出しないとされてたんだけども、割と最近にこう北海道の江戸総群とか、あとサハリンの方でも、はい、多分泉沿岸に同定されるだろうっていうのが出てきていますね。まあ、これ当時の白亜紀の、コチリズっていうやつで、あの、まあ、ここアフリカ大陸があって、これ南米があって、こっち北米で、まあ、日本は、どこだ、まあ、ここの辺りですね、はい、で、さっきあの川端さんからもあったんですけど、まあ、日本で最初1980年に報告されて、あのその後ですね、あのもうちょっと北の北海道であの報告されて、あとはですねアラスカ、あの太平洋を挟んであの、こっち側でですね、あのアラスカにある白亜紀の地層からも報告されてて、まあ、太平洋の多分北の方で割と広く分布してたんじゃないかっていうのが分かってきてます。それアラスカのも泉園でだろうと。そうですね、されるもの、はい、それはあの、アンナイドの研究者の人が、あの、まあ、ほんとそっくりな標本をすごいな、はい、こういうのの何タイプの痕跡ってのは大阪では出るの？さすがに無理か。どうでしょうね、あの淡路島なんかではあのプラビトセラスっていうなんか S 字状に巻く変な形のアンモナイトが出るんですけど、うん、それはあのまあ、カラストンビっていうのがあの、はい、まあ、イカタコの仲間なので持ってるんですけど、はいはい、そのカラストンビがですね、その S 字のこのフックのところに、はい、あの残ったものが見つかってます、はい、まあ、だから完全に柔らかいとこじゃないんですけど、まあ、体の一部みたいなものが一応出てはいますね。そういうのがあるとイカタコの仲間なんだろうなっていう。そうですね、はい、分かるよね。丸っこいのはやっぱり多分こうスポッと体ごと抜けちゃうのかもしれないですね。なんか変な形してると多分あの死んだ後にこう体があの何でしょうね、殻から外れなくて引っかかって腐って残るんでしょうけど、やっぱりね殻と一対一で出てこないと、なかなかこのすぐ近くにあったからといって、まあ、それから出てきたものとは言えないので。今あった軟体部そのものっていうのは本当に1例か2例しかないと思うんだけども、はい、その触手っていうか、あれは何て言えばいいでしょう、はい、足腕の痕跡で研ぎがどれだけついてたとか、18本ぐらいだとかっていうのはそこそこ世界中では出てる、うん、そうですね、まあ、10本か8本かですかね。なんかただまあやっぱり本数もはっきりしてないんですよね。どうもなんかトゲがありそうとかあのイカみたいにその触腕っていうあのなんでしょうね、他の8本より長いのを持ってそうみたいなのはあるんですけど、完全にこうそういう足が全部揃った軟体部っていうのはまだ見つかってないですね。だからなんかすごいポピュラーなんですけど、まだそういう謎は多い化石になってます。じゃあ、こんなところで今日の収蔵庫トークを終わりたいと思います。ありがとうございました。